あの、まあ、私が言わせていただきたいのは、目指さないでください。そういうところには皆さんに知っていただきたいのはですね、まあ、我々が当時幼い頃に見てた傭兵というのはワイルドキースですね。その傭兵とは大きく違いまして、現代の傭兵はですね、本当にビジネス色が強いビジネスマンなんですね。誰のかなれるかというと、実はここはあのそういうものではなくて、なる要件として軍隊もしくは警察にですね5年以上勤務していたとか、それから2紛争地域に派兵されたことがあるっていうのが、まあ、条件になってですので、誰もがなれるというものではないんですね。過去にシリアにですね、まあ、渡航して、まあ、くしくも斬首されてしまったような方もいらっしゃいますけども、誰もが PMC に憧れて、まあ、そういう地域に行けばなれるというものではないんですね。ましてや日本はですね、厳格なルール、外務省がですね、渡航制限、法人に対してレベルいくつ以上行かないでくださいね、こういう情報を常に発信しています。ですので、イラクとかアフガニスタンという国はレベル4で渡航しないでくださいねという国なんですね。まあ、そういう国に対して行かないようにするということがまず大前提であります。ただ、まあ業務として私はまあこういう法人を守るという業務、まあ、それからイギリス系のですね会社でしたので、私はそういう国に行っておりましたけれども、想像するようなこの傭兵 PMC っていうのはですね、武装をガチガチにして銃をぶっ放してっていうようなイメージがあるかと思うんです。まあ確かにそういう時代もあったんですね。イラク戦争の頃に生まれた PMC は多種多様な PMC が存在してました。みんな武装してすごい警護車を作ってですね、装甲車でイラクを走り回ってたんですけども、イラク政府に戻してからはやはりその国のルールにのっとった国際法を遵守した組織しか残れなくなったんです。いろんな審査を受けてですね、そこでちゃんと正当な業務をする会社しか残れなくなった。 PMC から PSC になったのはですね、皆さんもよくご存知だと思いますけど、という会社がありまして、それがあの、まあ、イラク人、民間人を虐殺したというようなことで、そこからですね、曖昧な組織ですね、 PMC じゃなくて民間人の軍人なので、まあ、そういったものがあっちゃいけないんじゃないかということで、やはりその国際法にのっとった、まあ組織にしようということで、まあミリタリー職を少し薄めてですね、まあ、少しというか、まあ、薄めてセキュリティということで PSC というふうに、まあ、変わってきたというのがあります。呼び方が変わった。そうですね、まだ業務の内容もそのまあ言ったら、まあ、やってたら、まあ、威力偵察じゃないんですけど、バリバリ撃ってこう敵をあぶり出して、まあ、ここに敵がいるから違う道を通るっていうようなものではなくて、やはりそのリスクアセスメント、情報を分析して過去にこういう事件がこの時間帯に起こりましたっていうのをよく分析をして、じゃあそのクライアントをですね、そういう時間帯とか危険なところを避けて、クライアントの目的を達成するための、まあ、サポート業務ですよね。ですからこう、まあ、武装してますけども、必ずしもそのもし敵対する組織が銃撃をしてきたとか迫撃を打ち込んできたからっていって、そこに反撃を仕返すものではなくて、あくまでクライアントを安全な場所に避難させるというのが目的になってます。ですからあくまでロープロファイルですね。コンパニーにはいろんな人種の方が。そうですね、いろんな人種いました。やはりその私はイギリスの会社に属してました。イギリス人ですね、イギリスの元、まあ、陸軍ですとか海兵隊、それから南アですね、南アからも、来てましたし、日本人は本当に、私は、まあ、その会社では私一人でした、ね。日本人ってもうほとんどいないですね。いないです。いないです。まあ、そもそも渡航していないですね。まあ、そうですね。ただそのビジネスはあるんですよ。うん、まあ、クライアントというのはやはりそういう危険地域でもやはり、ビジネスがあって、例えばそれがエネルギーであったりとか、まあ、販売目的っていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、基本的には国家プロジェクトで。まあ、復興支援ですとか、復興支援のプロジェクトとか、そういった業務に携わっている方が、まあ、イラクで、まあ、そういうハイリスクの国に来るんですけども、やはり、警護がないと、そういった国にはいけないですよねっていうのと、まあ、当然、その外務省もしっかりとした警備をつけてくださいねっていうことを、まあ、歌ってるんですね。ですから、必然的にこういう産業が、やはりこう、生まれるっていうの、まあ、背景があります。お給料どれぐらいなんですか？すごい興味あるぞね。お給料。うん。まあ、
一時期は非常にまあ皆さんを想像す、うん、されてるような高級な職業というイメージがあるかと思うんですけども、まあ、決してそうではなくてですね、まあ、特にね、紛争地域で危険手当みたいなのが上乗せされてるかもしれない、それはその通りなんですけど、まあ、それ以外何の保証もないので、まあそうだね、まあ、必ずしもいい給料かというとそうではないですね、はい、普通の公務員とかサラリーマンよりは多分、まあ、当然それは上ですね、上ですよね、はい、うん、ユウさんが行った国ってどこなんですか？いろいろあります、まあ、代表的な国で言うと、まあ、イラクですとか、アフガニスタン、それからパレスチナですね、ガザにも行きましたし、それから、まあ、マジで南亜も行きました、うん、それから南亜だけじゃないですね、アフリカも、行きましたし、ケニア、ブラジル、うん、あとニューヨークにも行きましたまあいろいろな国に、あとバングラデシュか、いきなり連絡取れなくなったりとかしてたもんね。そうですね全然ね、そう、もう、そう返信ないっすみたいな生きてるから、そう付き合い悪いですからねポロンって返ってくるもう大丈夫だ、やってます、行ってますどこが一番、もうこの国やばいトップ3とかあります？やっぱりそれなりにそのリスクっていろいろなリスクがあるんですけど、また違うんですよ。やっぱり戦争テロリスクが高いのはやはりイラクとかアフガニスタンとかもそうなんですけど、やっぱりその犯罪とか、もう起こってる国ですね、南亜とか、それこそケニアとか、テロもありますし、そういう、どこが一番っていうことは言えないんですけども、もうやっぱりリスクの種類が違うので、ただ皆さんに知っていただきたいのはですね、やはりそういった国々で勤務をされてる日本人の方が多数いらっしゃるんですね。そうですよね。でやはりその安全セミナーなんかでそういう国々を回って、そういう方々とお話をする中で、やはりどういう日々どういう、そう考えていらっしゃるのかなっていうことを直接お話を伺ったりすると、もう頭が下がる思いというか、本当に大変な中で勤務されてるなっていうのを、まあ、当然彼らは武装もできないですし、まあ、日本人は戦えないと思ってるので、まあ、本当に大変な中で日々の業務をされてるというのを知って、なんとか、まあ、そういう人たちのために微力ながら力になれないかなっていう思いもずっと あってですね、まあこういうものがあったらいいんじゃないかなっていうのが、あって、まあ、そういったことをちょっとこちらで作れないかみたいな相談をさせていただいたので、そうですね、海外ではまあその近年、まあ、打ち合いとかは別として、はい、まあ、やっぱり銃器を待たなくちゃいけないことってあると思うんですけど、はい、そのなんか免許みたいなのあるんですか？あります。まあ、イラクに関してはですね、はい、内務省が発行してる、まあ、PSC のに対してですね、発行してる、まあ、もちろんライセンス、それからその、まあ、CPO ですね、クロスプロテクションオフィサー、警護する人たちに出す、まあ、MOI バッジっていうのがあるんですね。まあ、それがないと、まあ、武装できないっていうルールがあります。でそれを持ってなくて武装してたら当然捕まって、そうですよね、いわゆるここで裁かれると、まあ、現地の国の、まあ、法律で裁かれるというのが、でそれで誰もが行って武装できない、武装できるかってそんなものじゃないですよね。ちゃんとしてね、捕まるよ、それはそう、それはそうです。もう本当にルールに、その国のルールに、いきなりにね、日本でも考えても、外国人の人はいきなり来て武装して、何やってたっていう話をするんですよ。それと全く一緒で、やはりその国を、まあ、その国の、まあ、政府ですとか、国民に対してリスペクトがあって初めて、まあ、そういった業務が行える。ですから、敵対するっていうよりは、むしろこの、なんとかこう仲良くやっていきたいですよねっていう、ものなんですね。まあ、当然だと思うんですよ、それは。まあ、そう、そりゃそうですね、はい。だけど、やっぱり悪いやつもいるので、まあ、拉致したり、いうか、ですね、まあ、何かこう爆弾仕掛けて爆発させたり、まあ、そういった組織に対抗するために、まあ、どうしても
こういった BSC みたいな会社は存在しているっていうところで、あの、まあ、私が言わせていただきたいのは、目指さないでください。そういうところにはあの行けないんですけど、ね、はい、ぜひやめていただきたい。これね、うちの豆です。ほら。豆ね。はい。よろしくお願いします。はい。で、向こう行こうか。はい。よいしょ。